テレ東ビズ7月30日初回放送のハッシュタグ私の転職、メイン MC には自身も転職経験のある新舞さんが登場します。放送に合わせまして2022年に新舞さんがゲストとして出演されましたテレ東ビズの過去の配信をぜひご覧ください。もともと社会人になって3年目ぐらいから面接とかっていうのを受けるようにしていて、市場価値を知ったり、80歳ぐらいまでは何かしらの仕事をしていたい、こう大きくキャリアを変えたいなっていうことを考え始めて、ハッシュタグ私の転職始まりました。ハッシュタグ私の転職新企画です。人生100年時代と言われていますけれども、自分のこれまで築いてきたキャリアを考える、そしてこれからの人生を考えることを皆さんと一緒にやっていけたらなと思います。第1回のゲスト、早速ご紹介しましょう。株式会社ジェンダ社長、そして雑誌ベリーの専属モデルでいらっしゃいます新舞さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。新舞さん、雑誌ベリーの専属モデルでジェンダ社長の新さん。新さんが社長を務めるジェンダは創業4年半のスタートアップ。セガサミーグループのゲームセンター事業など次々と事業を譲り受ける一方、独自のキャラクターも開発するなどアミューズメント業界で注目の企業です。グループ全体で4000人の従業員を抱える新さん、今回はオリジナルキャラクターの猫もどきとともに登場です。新さんの今日はこれ社長室ですか、はい、にお邪魔しておりますが、綺麗そしてシンプルな部屋ですね。9月に引っ越したんですけど、そこからこう何もバタバタしてて、なんか何もしてなくて、ただの本当になんか殺風景な場所になっちゃってるんですけど、いや多分もう仕事ができる方の部屋ってこういうものなんだなって思ったんですけれども、普段ここでよく仕事をしてらっしゃるんですか？そうですね、私はどっちかというと部屋の外の、にも席があるので、そこにいることが多いんですけど、なのでここはどっちかというとミーティングをするときに使ってます。社長室あるけれども、やはりこうコミュニケーションが取れるように皆さんと一緒にということですか？なんかあんまり秘密にすることがないので部屋に入ってないっていうだけなんですけど社長だけれども、じゃあ結構もう社長もその社員の皆さんも役員もフラットという感じですか？そうですね、そもそも創業した時はもっともっと小さなオフィスでミーティングする部屋もなくてっていう感じだったので、普通に机を並べてるのはむしろそちらの方が自分の中では自然ですね。創業してから4年半ですけれども、2人でもともと始められて、今は何名ぐらいに？今はですね、単体で40名程度、でグループ全体で、4000人程度になってます。この規模感っていうのは想像してましたか？スピード感というか。そうですね、割と野心的な目標を持ってはいたんですけれども、それよりはいい感じで進捗できてるかなと思ってます。新さんはその社長業、そして、ベリーのモデル、そして2児の母でもいらっしゃる、24時間じゃ足りますか？足りてますよ、足りてますよって言い方はおかしいかもしれないですけど、こう常日頃こうマルチタスクといいますか、をする上でこう意識してることっていうのは、軸にしてることっていうのはどうすればそんだけのことを24時間でこうできるのかなと、優先順位をきちんとつけて、でそれをちゃんとこうスケジュールの中にはめていく、何かをしなきゃいけないっていう時にミーティングだけで埋まっちゃうとできなくなるので、その間にこの資料を作るとか、これについて考えるとかっていうのもどんどんカレンダーにブロックして入れちゃって、気づいたらこうする時間がなかったっていうことがないように。スケジューリングだけじゃなくって普段の生活においてもやっぱり無駄は嫌いですか？素敵なお弁当を作ったりとか、そういうのはもういいかなっていう自分の中での優先順位の中で、かなっていうものはやらないって決めて、自分のやりたいことだけにこう時間を使えるように気をつけてます。やらなきゃいけないこと
っていっぱいあるじゃないですか。なのでこう考えるとか悩むみたいなタイミングをなるべく減らそうと思っていて、はい、子供の服とかも保育園用の服は全部同じものを買うんですよ。8枚とか同じもの、同じ、あ、同じ柄の同じサイズの、はい、あのユニクロでね、もう同じものズボンと T シャツと8枚ずつとかって買うんですよ。そうすると当然すぐサイズアウトするじゃないですか、はい、その時になんか大きさがまちまちのものがあるとちょっと買い足したり、あ、確かに、またちょっと買い足したりとか、あれこれはもう小さいなとかっていうのは結構起きるので、はい、上の子の時は起きてたので、もうだん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 こうまとめていって春が始まる頃に夏着るものを全部8枚ずつ買って、はい、そうするとなんか秋の初めぐらいにはまあもう穴も開いてるしサイズも小さくなってくるから全部いっぺんにまた買い替えをするってなると、これは買わなきゃいけないとかな、買わなくていいのかなとか、何枚あったっけとかっていうのもあるじゃないですか。あります、うん、で買ったけど洗濯回してるうちにあれやっぱり足りないかもとかって買い足したりとかなります。なのでもう全部同じものを買う。へえ、これ欲しいとか、あれ誰々ちゃんが持ってたから私も買ってとか、そういう声にはどうするんですか。まあ、下の子はまだね、今月で2歳とかなんで、うん、そこまで何も分かってなくて、でも2歳ぐらいっていろいろ服があるとこれを着たいって言うじゃないですか。確かにこれは着たくないとか、あれ着たくないとか、あれが着たいとかってなるんですけど、はい、もう保育園用の服はこれしかないのでそこも着るか着ないかっていうのはなかなか言う通りにならない日もあるんですけど、もう着るものはね、平日は1種類だから、あ、その辺ははいはいっていう感じに、ユニフォームとしてスティーブ・ジョブズって感じですかね。で保育園の先生に、まあ、うちの子はいつも同じ服だから着替えさせたかどうか分かんないとかって言われたりするんですけど、確かに新しいものとみんな着替えた、あれ着替えたっけみたいな、なる。確かに全く同じものを、じゃあ始まりなんですね。全く同じなんですよね。すごいな。そうするとやっぱり楽ですか。楽ですね。はい、気分も楽だし他のことに気も回せるし。そうですね、悩むことがなくなるって確かにすごいストレスフリーなんでしょうね。なんかそういうのをこう一つずつ、はい、あとこれもびっくりされるのが、うん、子どもの靴をね8足ぐらいまとめて買ったんですよ。ハーフサイズずつ全部順番に。あ、じゃあ13、13.5、14。そうそう、なんかその子どもをお店に連れてって靴の試着をさせてとかって、もうちょっとそれだけで大イベントじゃないですか、はい、でもメーカーが変わっちゃうとサイズって結構違う。確かに同じ13でも結構違うから、試着しなきゃいけなくなるので、最初だけ試着しに行ってそのままその先ずっと買っちゃって、で保育の先生にそろそろきついかもねって言われたら次に行くっていうのを、だからもう次どれにしようとか、サイズは合ってるのかなとかっていうのが、はい、ちょっと大変だからとか、いやそういうこともやってます。すごく効率的ですし、なんかもう全て8足8着だいたいもう決まってる、ナンバーも決まってるし、いやそれ子供の服だけじゃなくてご自身の服装とかもやっぱりそうですか。私はそのファッションも好きだから、はい、自分のものとか、あと、まあ、子供も週末着るなんか可愛い服とかはそれはそれでこう楽しいお買い物なので、これがいいかなあれがいいかなとか、お揃いにしようかなとかあるんですけど、もうね平日の保育園に行って帰る服はやっぱ機能性以上と思ってるので。へー、そうなんですね。確かに平日のその朝の慌ただしい時間がだいぶ削減できれば心の余裕もね増えますしね。と思ってます。バタバタすることはじゃあ基本あんまりないですね。 あるんですよ。あります、あります。早く早くとかよく言ってますけど。言うんですね、はい、ご自身のその仕事をする上でもそれって何でしょう、ルール化していることってありますか。仕事って何でも締め切りがあるじゃないですか。締め切りまで待たないでできるものをどんどんやるっていう習慣はあると思います。忘れちゃいませんか、たくさんのメールが来るじゃないですか。 そうですね、それはどうやってこうその時にやるって言っても急に例えば何でしょうね、電話がかかってくるとか、ね、できないかもしれない。そういう時は全部スクショしちゃうんですよね、メールを。
メールっていうか、はい、あの今もスマホで結構何でも見れて、あの社内のこう、コミュニケーションもこうアプリでやってるんですけども、はい、アプリで返事を書き始めて、あもうミーティングに行かなきゃってなったらその状態でスクショをして、あの貯めておいて、でまあ業務をだんだんこなしていって、時間ができた時にあのこう戻って、はい、アルバムを見ると、はい、自分がやりかけの仕事があるので返すとそれを消してっていうのをやってます。覚えてるのが結構難しいじゃないですか。難しいです、ね、やっぱりこうあのこう時代とともにコミュニケーションのペースも速くなってるから、なんか長い長いこうメールでたくさんのことをいっぺんに確認するっていうよりかは、どん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 こうあのインタラクティブに返事をして物事を前に進めるっていう風に多分変わってきてると思うので、全部を覚えてきちんと返事するとかあのってなかなかできなかったりすると思うんですよね。なので、まあ、覚えないって決めてどんどんスクショを取ってあの外部メモリーに頼ってます。なるほど。ちょっとねずっと気になってるのが新さんの隣にあるバッグなんですけれども、カバン、はい、カバン、これ、普段使ってらっしゃるものですか。そうですね、毎日カバンです。やっぱり中も無駄がないんでしょうか。ちょっと可能な限りどんなものが入ってるか見せていただいても。そんなに大したものは何も入っていなくて、あの、まあ、パソコン、こんなに大きなカバン持ってるのはパソコンを入れてるからですね。パソコン黒が多いですね、やっぱり色、うん、あ確かにそうですね、うん、なるべく軽くしたいと思うんですけど、あのまあまあ入ってます。ポーチ、それはお化粧ポーチですか。お化粧ポーチじゃないんですよ。あの、イヤホンが入ってたりとか、外で見て、はい、ミーティングっていうか移動中になることも多いので、はい、入ってたりとか、あとなんか、ね、目薬とか常備薬っていうんですか、自分が飲みつけのもの、そうそうですね、はい、とかが入ってるっていう感じで、まあ、お化粧的なものはあの口紅が一本入ってるだけなんですけどメイク直しとかは会社ではなさりました？してないですね。でもあのマスクのことが多いので、なんかリップだけはマスクを取った時のように入ってるんですけど、何もないですね。全然あのすごい素っ気ない。意外、ベリーの専属モデルがお化粧直しを持ってないっていうのすごく意外です。親近感恥ずかしい。であとあの なんでこれを持ってるかって、マスク、はい、マスク だけもこれはしかもよそ行きのマスクなんです。あのこのマスクはあのちょっと顔が小さく見えるんですよ。必要ない。でも毎日使うにはちょっといいお値段がするので、社長あのこうメイク直しの道具はないのに、はい、あのちょっと盛りたいっていうか分かんないですけど、ちょっとよそ行きのマスクだけ入ってるっていう謎が起きてますね。面白いですね。はい、モデル兼社長ならではの今、ね、そんな感じです。そこに見えました。ありがとうございます。ではこの、テーマがね、私の転職ということなので、はい、転職の話を伺っていきたいと思います、はい、こちらで勝手ながら審査の履歴書を作らせていただきました。東京大学を卒業後に外資系の証券会社ゴールドマンサックスに入社されて、そこから11年間、はいはい、在籍されて、その間そのまま読み上げますよ。金融法人営業部で金融機関向けの債券営業に従事され、そして金融商品開発部に所属され、金利や為替系のデリバティブの商品開発や提案業務、そしてグローバルな金融規制に係る助言業務などを行ってらっしゃいました。一言で言うとどういったことなんでしょうか。誰に何をしてたということなんでしょうか。ですね、はい、あのまあ金融、主に金融機関向けの、はい、あの投資運用に係る、まあ、どういう商品にあの運用するのがいいかとかということをあのご提案をしてました。はい、金融商品デリバティブに関するあの専門的な知識っていうのはあのそれはそれはあのたくさん勉強をしたんですけれども、あんまりこう実世界で、はい、実世界というかあの他のあの仕事の中で役立つっていうことではない、まあすごく深あの専門性のあの高いようなエリアなので、はい、あんまり実社会には行けないかもしれません。あの11年間勤められて、はい、で
当時は最年少ながらマネージングディレクターに就任をされて、でその時はどうなんでしょうか、その部下というかその一緒に働く方々っていうのはチームは何名ぐらいをまとめてたんですか。ですね、全く同じ仕事をしているチームとしては、7人か8人だったと思うんですけども、かなりいろんなあの職種の方と一緒にあの仕事するような業務内容だったので、かなり幅広の、一緒に仕事している人の数で100人はくだらないっていう感じ の、 あのいろんな人とあの仕事をしていました。その中には目上の方ですとか、はい、男性女性問わずもういろんな方がいらっしゃると思いますけど、はいはい、その上に立つ上で意識をしてたことってのはどんなことですか。それはですね、なんか自分の中であのこうなかなかロールモデルというか、この人のマネジメントスタイルがすごく自分と似てるみたいな人ってなかなか見つけられなかったんですけれども、その、まあ、リーダーシップ教育みたいなこともいろいろ研修の中でやってる中で、自分らしいリーダーシップをあの目指すのが良いっていう言葉をもらったことがあって、なのでこう自分らしくなんとなくこう会社の中、例えばあの大会の人が多いような組織だと、こう大会のようなあの求心力の持ち方で引っ張っていくリーダーがきっと多くて、でその人と似てると思えないと自分はリーダーに向いてないって感じる方も多いんだと思うんですけども、なんかリーダーシップの形って一つじゃないと思っていて、なのでこう自分らしくあることっていうのをすごく心がけていて、その中ではあの、まあ、ゴールドマンサックスっていう組織の中でっていう意味ではありますけれども、自分の部下が活躍できるための手助けをする、で自分の部下の活躍をこう周りにきちんと宣伝するのをあの上司としてやる、で3つ目がちゃんとあの自分の部下の活躍に対して部下がもう給料ボーナスをきちんと払われるようにあの働きかけるっていう、なんかその3本立てを自分の中で、あの役割として定義して、あのそれをまあ粛々とやろうっていうふうに思っていました。そのためには常にこう周りの自分の部下がどんな働きをしているか、でそれをまたその上司につなげるっていうことで双方のコミュニケーションがすごく大事だと思うんですけれども、その取り方っていうのはどういうふうに意識されてましたか。あ、そうですね、なんかほうれん草ってすごくこう日本らしい言葉かもしれないんですけども、はい、あの私はその時直接の上司があの日本じゃないあの場所にもいたので、コミュニケーションを待たずにこちらから先にあのいろんなことをほうれん草していくっていうことはあの心がけていました。それはどのぐらいの規模のこと、すごく細かいことも逐一報告ですか、それともなんか多分皆さん迷うと思うんですよね、その都度その都度伝えると上司も忙しいしなかなか難しい、その伝え方と伝えるレベルとなんかいろいろあると思うんですけれども、なんかあの時間をとってとうとうと説明するとちょっとトゥーマッチかなって思うことがあるかもしれないですけど、メールでこう情報をどん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 あの上げていくことに対してはメールが多すぎて嫌だって人多分あんまりないと思うんですよね。なのであの迷ったら共有する、多めに多めにっていうのは心がけていました。でそういう相談も多分たくさん受けるんじゃないかなと思うんですけど、部下からもそれに対してこう自分の仕事も業務もたくさんある中で、他の人からこれもちょっとどうですかああですかって聞かれたりする、その中でトゥーマッチになることとかはなかったですか。どうマネジメント。そうですね、マネジメントもあの仕事なので、なんか自分のプレイヤーとしての仕事となんかマネジメントとしての仕事がこうあんまりこうぶつかり合うっていうよりかはなんかどっちも仕事だからあのっていう感覚でしたけど、でもやっぱりそのプレイヤーとして活躍するよりもやっぱりチーム全体としてのパフォーマンスがあのマネージャーになったその日から一番大事だと思っていたので、あのやっぱりこう全体をまああのパフォーマンス上げるためには自分があのこう目の前の取引にこだわった方がいい時と、あのチームメンバーのパフォーマンスを手伝った方がいい時っていうのは結構悩むことなく自然にあの選べてたかなと思います。
悩むことが基本的に審査はあまりないんですか？あ、そんなことないですよ。そんなことない。そんなことないんですけど、はい、悩むときにこう指針とする軸っていうのはなんかありますか？あ、なので、まあ、その時はチームとしてのパフォーマンスっていうことだったし、もちろん今だと会社としての、まあ、売上利益だし、うん、まあ、そういう軸を自分の中できちんと、まあ、言語化していたら、まあ、少し、ま、悩みっていうのは、はい、こう解決しやすくなるのかなと思います。それだけ充実していた中でこのマネージングディレクターになったのが1月、その4ヶ月後にこのジェンダーを共同創業されてるんですね。かなり電撃的なこの動きだと思うんですけれども、何があったんでしょう？でですね、まあ、そのジェンダーを創業する、まあ、1年半ぐらい前から、もともと社会人になって3年目ぐらいからまあ、ヘッドハンターとかからこうお電話をいただいたりっていうような、まあ、業態でもあるので、いろんなこう他の転職のこうオポチュニティとかっていうのは聞くことがあって、で自分でこう積極的に転職したいと思っていない時期でも、時間が許す限りとか、まあ、自分の情報をこう取られすぎない、こう面接の中で会社の情報を取ろうとしてくるっていうことってあるので、まあ、その情報を取られすぎない限りにおいては面接とかっていうのは受けるようにしていて、なのでそれは結構自分の中で習慣としてあって、まあ、市場価値を知ったりとか、自分にはこの先どういう、 こう、まあ、機会が与えられるのかっていうことについてはアンテナを張るっていうことはずっとしていてっていう素地はあったんですけども、こう上の子を産んだ産休の期間の頃だったと思うんですけど、ライフシフトっていう本を読んでですね、人生100年時代って先ほどもおっしゃってましたけど、人生100年あって、そうするとまあ短く見積もっても80歳ぐらいまでは何かしらの仕事をしていたいっていうことが自分の中で明確になって、でいろいろ考えていく中で、まあ、金融の中でキャリアをスタートしたわけなんですけれども、ずっと、まあ、金融で行くって選択肢もちろんあると思うんですけど、その中でこう、まあ、外資系の金融ってのは割とこう早いペースでの階段を登っていくっていうような業態なので、だんだんこう年齢とともに、まあ、少しずつこうスローダウンしていくようなキャリアバスを金融の中だと、まあ、そういう選択肢になってしまうかなと思ったので、なんかどこかのポイントでこう大きくキャリアを変えたいなっていうことを考え始めて、で、まあ、1年から1年半ぐらい、その実際転職なのかそれとも起業なのかっていうことを、まあ、具体的に考えて、自分から人にこういただいたその転職の機会だけじゃなくて、自分から人に会ったりとか知人と起業のアイデアを練ったりとかっていう期間が、まあ、1年少しぐらいあって、で今のジェンダーの共同創業者である人に会ったのが2018年の頭頃なんですけども、はい、そこで意気投合をして、で2人で起業しようっていうことで思い切りました。もう全く違う業界じゃないですか、はい、金融業界からエンターテインメント業界っていうんでしょうか、はい、もうこんなにガラッと変わることってあるんだっていうちょっと驚いたんですけれども、うんうんうん、新さんの中ではこのチェンジっていうのはご自身の中ではこう ビビッと来たものなんですか？なんかそうですね、まあ、どうせ変えるんだったら、まあ、金融の中で同業他社に転職するっていうよりかは大きな変化を、まあ、自分としても思考してたっていうのもありますし、その共同創業者との出会いの中で感じたのが、まあ、彼はエンターテインメントの業界にすごく長くいて、で私は違うんですけど、自分と似たような人と共同創業するよりも違う人とやった方がなんか事業としても広がりがあっていいんじゃないかなっていうのをすごく感じて、でそれは4年半経った今もすごく感じてるんですけれども、まあ年齢も性別もそれまでの経歴も2人は結構違うので、そこはいいバランスになってるかなと思ってます。
イオングループのエンタメ部門を統括していた片岡さんと2018年にジェンダを共同創業。11年間勤めた金融業界から異業種への転職に踏み切ったきっかけとは。エンターテインメントで世界一の会社を作ろうっていうふうに言われて一緒に、でその時点では、まあ、もちろん会社の形もなくて、で具体的に事業をどこからスタートしていくかっていうのは、まあ、そこからディスカッションしながら決めていったっていう感じなんですけども、まあ、目標設定の良さとか、はい、まあ、2人のこう違いとかで、まあ、彼がゲームセンター長く経営していたので、こうゲームセンターの市場についてもその日いろいろ話をして学んだことでいうと、その日本のゲームセンターの市場自体が割と市場規模もあって、競争環境も割とこう変化がすごく大きいわけではなくて、で成長もしているっていう、こう面白い、私にとってすごく面白い学びで、そこでこう事業をスタートしていくっていうのは結構面白いんじゃないかなっていうのは直感的に思いましたね。怖さはなかったですか？ですね、まあ、日本の社会はその失敗を恐れる文化が大きいのかもしれないんですけども、はい、まあ、私それまで前職を11年続けていたこともあって、失敗しても、まあ、なんとかなるっていうふうに思いましたね。でも職を変える、しかもあのゴールドマンサックスを辞めるっていうのはなかなか勇気がいるんじゃないかと凡人は思ってしまうんですけれども、でもその失敗したらなんか失敗して失うものって何なのかっていうと、分かんない、恥ずかしいとか、そういうこと、もちろんそのお給料は下がるので、まあ、そういう意味では失ってるものもあるかもしれないんですけども、別になんていうか生活できないってことでもないですし、この先ね、まあ、今はね会社としてそれなりのこう事業規模が出てきましたけども、本当にもしどうにもならなかったらまたどこかでサラリーマンをやるっていう選択肢 もちろんあるわけじゃないですか。でそうなると別に何ていうか、その本当に失うものって何なんだろうっていう意味では、やってみてダメだったら、戻ればいいぐらいの気持ちでスタートできたのは良かったんじゃないかなと思います。で結果的にやっぱりチャレンジして良かったなっていう部分がすごくあるので、私はこのなんか4年半はやっぱりこう何もないところから作っていく面白さとか、やっぱりすごくこう自分らしさが出やすいわけじゃないですか。大きな企業の中での、まあ、一人っていうよりかは小さいところからスタートしてっていう方が自分らしさを発揮する場所であると思うので、それはすごく楽しいなっていうふうに思ってます。ゴールドマンサックスで11年間勤められて、でそこで培ってきた能力が今ジェンダで生きているなというのはどんなところですか？そうですね、ジェンダはスタートアップの中では財務戦略が結構ユニークだと思っていて、でスタートアップっていうと、まあ、基本的にはエクイティでの調達っていうのが一般的だと思いますけれども、我々はデッド、負債での調達っていうのから成長してきているので、そこは結構ユニークなんですけれども、それは私が金融にいたバックグラウンドが役に立ってる部分だなっていうふうには思いますけれども、まあでも総じてこれがあるから次がこうっていう、なんていうんですかね、今までのキャリアの強みを生かしてしか転職できないっていうのじゃない方がいいなって私は思ってるんですよね。もちろん今我々のチームを採用するときに、もちろん前職で何をされたかっていうことを当然見てはいるんですけれども、広報の経験がない人が広報を出たりとか、したりするので、できればやっぱポテンシャルに注目したいなっていう気持ちもありますし、なんか見てる方にとってもこう自分にキャップをしないというか、今までのキャリアがこれだからこれしかできないっていうよりかは、もうちょっとこう自由であってもいいのかなって思います。
逆に自分の強みを自分で分かってない方も結構いらっしゃると思うんですよね、世の中にも。それはどうなんでしょう、それはじゃ あそれはね、意外とでも私も自分の強みっていうのは、金融に長くいたから金融なんだなと思ってたんですけども、はい、ゴールドマンサックスっていう会社に長くいたことによって出てみるとストレス耐性がすごく強いだなとか、ストレスに強いってことですか。そう、ストレス、プレッシャーのすごくかかる環境にいたので、何にも動じなくなってるなとかっていうのは出てからすごく感じたこと。やっぱりなんか起業するとアップダウンが必ずあるので、なんていうか、なかなかこうメンタル上難しいっていうことも多いと思うんですけども、我々もいろいろね、コロナもあり、アップダウン大和にあったんですけども、私結構ストレスに強いなっていうのを感じています。元からそういう体質なんですか、性格的にも。そんなことないです。そんなこと慣れなんじゃないですかね。11年間で鍛えられて、鍛えられたっていうか鈍感になるってことなのかもしれない。鈍感力ですか。それはじゃあ自分でも気づかなかったことで。そうですね、外に出てみて初めて気づいたことだったりもするので、やっぱり意外と自分の強みに気がつくって難しいですよね。さあ、今回のその第1弾では、その新さんのこれまでのキャリア、そしてジェンダが今どんなことをやっているかなどを主に伺いました。第2弾では実際に新さんとそのゲームセンターに行って、でこれからのジェンダの戦略や今後のエンターテインメント業界の展望などについて伺いたいと思います。まずありがとうございました。ありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。転職した人たちにはどんな分岐点があったのかな。おもちゃのレールを使ってとことん聞いちゃうよ。新番組ハッシュタグ私の転職キャリアの分岐点始まります。見てね。こういうことか。全然ダメじゃない。もう行け。行かないのかい。実はここ、新舞さんが社長を務めるジェンダのグループ会社が運営するゲームセンター。金融からエンタメ業界に転職した新さんに、最新のゲームセンター事情について聞きました。ハッシュタグ、私の転職。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。いや、朝早くから申し訳ありません。いえいえ、来ていただいてありがとうございます。 ありがとうございます。朝早い仕事ってやっぱり多いですか、モデルのお仕事とかも含めて。そうですね、モデルの仕事は朝が早いですけれども、週に1回あるかないかぐらいですかね。でママ業をやりながら社長業をやりながらこのモデルという、その、本当幅広くやってらっしゃるんですけど、なぜそのモデルのお仕事もやってみようというふうに思われたんですか。そうですね、なんか始まりは声をかけられ、子供服のお店で声をかけられたっていうのがきっかけだったんですけども、はい、あんまりこう深い考えなくお誘いいただくままに出ていたら、はい、だんだんそのページが多くなって今に至るんですけども、やっぱり見てくださる方がたくさんいますし、今までのいわゆるお母さん像とはなんか違う、姿をもしかしたら見せられているのかなっていうふうにも思っているので、今は丁寧な気持ちで責任感を持ってやらせていただいてます。やりがいはどんなところですか。そうですね、やっぱりこうメディアに出るっていうのは見てくださる方がたくさんいるっていうことで、それでこう見てくださった方のこう選択肢の幅を少しでも広げられたらなっていうふうに思っているので、そういうお声掛けをしていただいたときに、なんかやっててよかったなって思います。そして、このジェンダーという会社ですけれども、創業されてもう4年半経ちました、はい、特に大きなイベントニュースとなりましたのが、創業して2年ぐらいでしたよね。セガが、持っているこのゲームセンター事業を、譲り受けるという形でしたけれども、はい、2020年11月、新さんが社長のジェンダは、創業からわずか2年半というタイミングで、セガサミーグループからゲームセンター事業を譲り受け、さらに
今年1月にはゲームセンターセガの名称をギーゴへと変えました。あのコロナウイルス感染症の影響でこう、ゲームセンターかなり厳しい状況にありましたので、はい、そういうなんていうか、売却されることを、お考えになったのかなと思ってますけれども、我々としてはあのゲームセンターの運営っていうのは会社をこう、創業した時からいつかはやりたいと思っていたことだったので、もうあのぜひっていうことで取得させていただきました。今どのぐらいのペースで店舗がセガからギーゴに変わっているんですか？今ですね、150店舗ぐらいがギーゴになってるんですけども、はい、ちょっとここからピッチを上げていって年末には200店舗ぐらいになる予定です。1ヶ月でじゃあ50店舗ぐらい増える予定かなと。そうですね、ちょっと今大変なことなんですけども。大変なことですね、すごい急ピッチ。そうですね、徐々にブランドスイッチをしていまして、グループに入っていただいてから徐々にブランドを新しいものに変えていってます。ここのゲームセンターの全てがこれクレーンゲームなんですか？あ、そうですね、上の階はもちろん他のゲームもあるんですけど、1階はこういうふうにこう、クレーンゲームがもうほとんど全部っていうのがもう今の主流になってますね。しかも、一つ一つのこれ、台がですねほぼ違うアニメのものなんですね。そうなんです、本当にいろんなものがあるので、見るだけでも楽しんでいただけると思います。結構これは時期によって内容が変わるんですか？そうですね、もう毎週毎週どんどん新しいものが出るので、いつ来ても新しいものが多分発見していただけると思います。毎週変わる？毎週変わりますね。相当じゃあその時のトレンドに合わせて。そうですね、変えるの大変そうですね。そうですね、はい。今でいくと確かにこう後ろスパイファミリーですとか、スパイファミリーの幅がだいぶ広いからやっぱり、そうですね、今すごく人気なので、いろいろ出てますね。すごい需要を反してますね、はい。これもともとギーゴになる前はここはセガ。そうですね、だったということですか？はい。最近はだんだんこう遊び方、クレーンゲームも一種類じゃなくて、いろんな遊び方があるので、そのバリエーションを増やしていこうとしてます。例えば、はい、こういうすごく大きいものですとか、これ1台しか入ってないってことですか今？あ、そうなんですよ。これ、どういうこと？けどこれはこの紐を切るっていう遊びなんですよね。で、切れるともらえる。切るの方が簡単そうですけど結構難しいんですかね。やってみますか。やってみたいな。今やっちゃいます。せー行き過ぎたか。あ、そういうことか。あ、全然ダメじゃない。あ、いけ。いたじゃない行かないのかい。これハサミ本当にありますよ。ありますよ。ありますか。いけ。あ、早かった。早かったか。早かった悔しい。これ結構課金しちゃいますね。できそうでね、なかなか結構、しっさんもクレーンゲームとかゲームってもともと好きだったんですか？あ、私はね、すごい運動神経が悪くて、クレーンゲームもすごい苦手なんです。運動神経ってやっぱり関係あるんですか？あれ運動神経ってそのやっぱりこう立体を把握する力っていうんですか。はいはいはい。これがもうちょっと動くとここに来るとかいうのを結構必要なので。あ、そうですか、クレーンゲームってやっぱり儲かるんですか、経営者としては。やっぱりいろんなものをこうやって入れられるので、普通のなんかいわゆる昔のそのゲームセンターにあるゲームって、当然そのゲーム機の遊び方っていうことですけども、今のこのプライズゲーム、クレーンゲームって中身を入れ替えると、どんどん違うものにある意味なってるので、そういう意味ですごくこう支持されてますね。もう、今もう売り上げ全体の半分以上がクレーンゲームになります。国内のアミューズメント業界の市場規模はおよそ5200億円。2020年度は新型コロナの影響で売り上げは落ち込みましたが、それ以前は右肩上がりで成長していました。ゲームセンターなどのアミューズメント施設の売り上げではいわゆるクレーンゲームが6割を占め、コロナ禍でも人気を保ってきました。今こう景品になっているものってアニメのキャラクターなんかが非常に多いんですけれども、やっぱりこの
この何年かというか、まあ、大きな流れですけれども、こう世の中の人がよりこうアニメに触れる機会っていうのがどんどん増えてるじゃないですか。すごい。動画配信サービスなんかが伸びてくることで、もっとたくさん の作品にみんなが触れることができるようになって、アニメファンってすごくこう増えてると思います。で、やっぱりゲームセンターはそのアニメのグッズをこう実際に見ていただく、撮っていただくっていう一つの場所にとして確立していると思うので、そういう意味でこれからも新しく来てくださるお客さんが増えていくんじゃないかなと思ってます。すごく金融からエンタメ業界に転職した新さん、キャリアチェンジのタイミングでどんな未来を思い描いていたんでしょうか。もうゲームセンターの市場がどういうふうになっているかとか競合環境っていうのは共同創業者に出会うまでほとんど知らなくて、はい、で初めて会った日にその話を聞いて、それなりに市場規模がまずあってなんですけれども、新規参入があまりいなくて、こうプレイヤーとしての面々はそれほど変わっていなくて、で市場として成長はしているけれども、割とこう、小さい事業者さんもたくさんいて、あまり大手で加戦されてないような業界になってるっていうことを知って、これは結構チャンスのある業界なんじゃないかなっていうのは、その時直感的に思いました。いずれは世界にという構想もおありなんですか？そうですね、今事業としては台湾と中国とアメリカで事業をしてるんですけれども、国内も成長させつつ、海外比率も上げていきたいなと思ってます。海外でもやはり置くものはアニメ系が多いんですか？そうですね、そこに力を入れていきたいと思ってます。はい、スパイファミリーとかなど日本で流行っているものと同じものがやはり海外でも人気があるんですか？そうですね、多分一昔前は日本で流行った後時差があって海外で配信されたりってことあったと思うんですけども、はい、今はもう世界同時配信になっていることが多いので、ほとんど落がなく他の国でも同じアニメが盛り上がってるっていう風になってきています。本当にクレーンゲームっていろんな形あるんですね。です、でこの遊び方もこれ私たち橋渡しとかって言うんですけど、橋渡し昔はこっちからこっちに持っていくっていう一種類だったと思うんですけど、これもこうやって傾きを変えるとこの2本 の棒の間に落ちる。結構難しいですねそれ。横にしょって持ち上げるっていうか、こうちょっと動かしていくみたいな、いろんな方法があって、でこ の遊び方っていうのも日々社内で研究して。へえ、これも独自なんですね、ギーゴ独じ の, あ の, やり方。 そういう遊び方を常に考えてる担当がいて、これやってみようとかで、この展開面白かったとか。はいはい、そうなんですよね。橋渡しがいいんじゃないかとか、こういうふうに3点でやってみたらいいんじゃないかとか。はい、いや日々進化してるんだな。そうなんです。この子が取りやすいってことなんですか？どういうこと？奥のを取って落とす。奥のは届かないんですよこれで。あ、そうですか。なので狙うの一つ、狙うの一つなんですけど、でこれはこうこれ止めてあるんですよね。あ、ゴムじゃなくて。そうなんです、はい、だからこうよっこいしょって持ち上げるっていうよりかは、ちょっと、ちょっとね、押すっていうのもありますし、はい、ちょっと上げてこう向きが変わるとスルッと落ちることもありますし、これ取れるんじゃないかな私。せーの、あ、おや、ダメだったかな、どうかな、せーの、はい、どう、そのまま落ちる、そのまま落とすんだ、チューン。いきます、せーの、あー、手前だった。どうどう、新さんどう、新さんどう、ダメじゃないか。ぐっ、おお、掴んでくれ、お願いします。やー、すごい、嬉しい。この成功体験ドハマりする人の気持ちが今すごくわかりました。嬉しい、これ。へー、
目標としてはどうなんでしょうか。このエンタメ業界ではどんな目標を掲げてますか。はい、20年でエンタメ業界で世界一になろうということをみんなの目標に掲げてるんですけれども、まずは国内のゲームセンターで1位になるということを今みんなの目標にして頑張っているところです。世界一っていうとどういったところを目指すんですかね。売上規模としてもまあ、お客様の数としても一番大きくなるということを目標にしています。目指すはこういった会社っていうのは何かあるんでしょうか。目標企業は。そうですね、今だとウォルト・ディズニーが一番大きい会社なのかなと思いますけれども、まあ、いろんなところでいろんな形で消費者の方と触れ合う接点を増やしていきたいなと思います。転職先が適正かどうかはどう判断しますかというご質問です。なるほど。次回第3弾は新さんの今後のキャリアについて、そして事前に視聴者の皆さんからいただいた質問にも答えていただきます。転職した人たちにはどんな分岐点があったのかな。おもちゃのレールを使ってとことん聞いちゃうよ。新番組ハッシュタグ私の転職キャリアの分岐点始まります。見てね。新社長の部屋がこちらだそうです。社長室クイーンなんですね。素敵。失礼します。おお、新さんだ。新さんだ。よろしくお願いします。テレビ東京の加納です。よろしくお願いします。やはり大噂通り黒のパンツと白だよろしくお願いします、はい、ここジェンダ社長で雑誌モデルも務める新舞さん。あ、そうですね、東京大学卒業後ゴールドマンサックス証券で11年間勤めた後、次のキャリアに選んだのはエンターテインメント業界。セガからゲームセンター事業を譲り受けたほか、オリジナルキャラクターの開発など幅広く事業を拡大しています。人は一つの職業だけで職業人生を終えられなくて、まあ、必ずどこかで転職する。今回は人生100年時代80歳まで働いていたいという新さんに、視聴者から募集した転職やキャリアの疑問について聞きました。なんかそっからハッシュタグ私の転職。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。たくさんの方から新さんに聞きたいことが来てまして、早速いきます。転職先が適正かどうかはどう判断しますかというご質問です。多分この方も転職願望はある、うん、ただそれがその業界でいいのか、その会社でいいのか、そもそもこの会社を辞めていいのかというふうな、そもそも転職をすること自体にも多分迷ってらっしゃる。なるほど。なんか転職が目的化してないかっていうのはちゃんと考えた方がいいんだと思うんですけども、転職することがありきでこうとか、まあ、今の仕事が嫌だからっていうのがこうドライバーになってると、こう判断がなんていうかフラットに考えられてない可能性があると思うので、なんかそれは注意した方がいいかなっていうポイントだと思いますけど、やっぱりサプライズはゼロじゃない、ゼロにできないとは思います。で、まあ、なるべく少なくするためには、その、まあ、転職先の会社の人になるべく多く会う。でやっぱりその働いてる人と話すことで分かることがもうほとんど全てだと思うんですよね。なのでそれはなるべくやるっていうことなのかなと思いますけど。新さんの場合ですと、じゃあその転職ということはご自身の中では80歳までこの金融業界では考えられなかったから、うん、その違う、なんでしょうね、チャレンジという意味で、そうですね、キャリアチェンジだったんですね。前の仕事が嫌だったとか辞めたかったっていうよりかは、なんかこうチャレンジしたいという気持ちが強かったの で、それで何にチャレンジしようっていうことを、まあ、時間をかけて自分の中で考えた中での選択だったと思います。うん。妊活中なので転職していきなり産休に入るわけにもいかず、転職のタイミングを悩んでいます。これはプライベートと仕事 この特に女性はこのね、問題は非常にあると思いますけれども、そのあたりいかがでしょう。
私も不妊治療をしてたから思うんですけど、妊活をしてるからって妊娠するとは限らないじゃないですか。すごく、まあ、すぐ妊娠する方もいれば何年も何年もかかっても妊娠しないっていうこともあると思うんですよね。でそのことのために、妊活をしてることのためになんかいろんなものを諦めると、よりもっとこう妊活に対するプレッシャーを自分でかけてしまったりとか、転職も諦めた、旅行も諦めた、あれも諦めて妊活をしてるのになぜっていう気持ちにもよりなっちゃうかなっていう気もしていて、でやっぱりその妊娠するっていうことは自分ではコントロール、タイミングをコントロールするってことは 100% できることじゃないので、それはそれ、これはこれっていう感じで、それ以外でやりたいことっていうのを、まあ、純粋に考えるのがいいんじゃないかなと思います。どうしてもやりたい仕事が目の前にあるんだったら、妊活をしてようがしてまいがそのチャンスは取るべきだし、だと思います。そうか、二者択一じゃなくてどっちもできる可能性もあるかもしれないからっていうことですね。妊活をしていることと明日妊娠することはあまりこう相関しないというか、妊活してなくても妊娠する人だっていっぱいいるし、妊娠するつもりなくても転職してたまたますぐに妊娠するっていうこともあると思うので、それは分けて、それぞれに自分のやりたいように選択するのがいいかなと思います。30歳で4社目です。転職歴が多いとやはりネガティブなイメージを与えることになりますかというご質問です。ネガティブっていうか、やっぱりどうして仕事を変わったんだろうっていうのは当然まあ誰もが聞きたくなることだと思うので、はい、まあ、それに対しては自分できちんとその経緯とか自分がやりたいこととかっていうのを自分の言葉で飾るっていうことがすごく大事だと思います。新さんはゴールドマンサックスを10年以上勤められましたけれども、それはやはりこうご自身の中で何年以上はこうここでスキルを積もうっていう考えがもともとおありだったんですか？そういうことは全然なくてですね、転職のお誘いなんかがあるといつもお話は聞いてたので、なんか長くいようとか何年はいようとかっていうことが頭にあったわけじゃなくて、その時の中で自分の手が届く選択肢を、いつも比較しながら残るっていう選択を続けていた結果、たまたま11年いたよねっていうことかなと思ってます。ありがとうございます。では、これちょっとプライベートな質問ですね。自分へのご自愛ルーティーンはありますか？ご褒美タイムってことですかね。そうですね、子供を結構早く寝かすので、子供が寝た後は割と自分の時間は取るようにしていて、お茶を入れてこうなんか子供がいるとわたわたしてて、ゆっくりこう時間を過ごすってことなかなかできないので、お茶入れて、で甘いものと一緒になんかぼんやり考えなきゃいけないことを考えたりとか、当然その時間仕事のメールチェックしたりもしてるんですけど、割と夜はゆったりした時間を持ててます。甘いものも召し上がるんですか？甘いもの大好きなんですよ。本当にちょっと良くないんですけど体に、でも甘いものは好きなので、しかも夜アイスクリームが好きなんで子供に隠して私用のアイスクリーム隠してあるのをこっそり出して食べてます。ご褒美時間はね、大事ですからね。本当に私の周りもですね、すごく転職をする人が増えてきまして、であこんなに身近なんだ転職っていうのをすごく今身近に感じています。そうした中でよく聞くのが35ですとか40とか、その年齢をもってそこまでに転職しないとというような年齢の壁というのもよく耳にするようになったんですけれども、そのあたり新さんどうお考えですか？そうですね、いわゆるその大学を卒業してから就職した会社で、60歳まで勤めてそこでキャリアを終わるっていうようなこう社会システム自体がもう制度疲労を起こしていて、こう今
時代はすごく過渡期にあると思ってるんですけれども、まあ、今まではもしかしたら転職っていうのは、まあ、35歳ぐらいにするのがよかろうみたいなことがあったかもしれないですけれども、これからその、まあ、人生が長くなる中で、人は一つの職業だけで職業人生を終えられなくて、まあ、必ずどこかで転職する。でそれがもしかしたら60歳まで勤めて、そこからまた職宅とか違うような仕事に変わるっていう意味での転職が訪れるかもしれないし、で今すごく変化が起きているので、何歳までにっていうことを、まあ、すごくこうそれに縛られない方がいいと思っていて、まあ、きっとね、あの転職エージェントなんかはもうすぐ転職してほしいからもう今の年までですよみたいな感じで畳みかけるのかもしれないですけれども、そこはすごく変化が起きているので、自分がどういうキャリアパスを描いていきたいかとか、次どういうスキルを得たいか、どういうところで働きたいかということをやっぱり軸に転職っていうのを考えるのがいいのかなと思います。それにおいてはやはりこう、あの特に女性はね、はい、こうあの例えば30代40代でその出産、そして、まあ、育児は男性もね今やってますけれども、その女性特有 の, あの壁っていうのも感じてる方が多いと思うんですよね、うんうん、転職したいけれども、うんうん、ここで今じゃ30歳で今転職したところでまた一から築き上げるときに、急に産休育休に入ったら悪いかなとか、その育児をしながら仕事をすることができるか不安で一歩踏み出せない、うんうん、そういった女性特有の悩みもあると思うんですよね、うん、そのあたりって新さんは感じたことはありますか？でも子供って妊娠してから生まれるまで10ヶ月あるじゃないですか、はい、なので転職してすぐ妊娠しても、うん、まあ、10ヶ月は新しい仕事をできると思うし、なのであんまりこうそのタイミングに縛られなくていいんじゃないかなって思います。初めての妊娠をするまではあのやっぱり不安も大きくて、産休に入る時に自分の場所は残ってるんだろうかっていう不安をやっぱり感じたんですけども、やってみたらできないことないなって思うことが、あのもちろんね、あのその代わりこう諦めるもの、例えば友達との時間とか、あの諦めるものは当然出てきますけども、まあ仕事と子育てだったら両立してる人今はたくさんいると思うし、あの十分にできるようになってる社会がそれになってると思うので、あんまりこう自分にこうリミットを設けずにこう自由に考えていくのがいいんじゃないかなと思います。今日新さんの話を聞いていて、こう自分はどうしたいのかっていうすごくずっと問い続けることがすごく大事なんだなというふうに思いました。職業人生が長くなった現代、誰もが必ずどこかで転職を迎えるという新さん、今後のキャリアについて考えていることはあるんでしょうか？改めて今後の展望などを伺いたいんですけれども。そうですね、足元としてはあの、まあ、ゲームセンターのオペレーションを始めてから5年以内に国内で1位を取るっていうことを目標にみんなでやっていますし、あの、まあ、創業から20年以内に世界一になろうということでやっています。ジェンダの この具体的なこの目標、例えばじゃあこの5年間でどんな産業に、産業というんですか、どんな事業に手を広げてっていうことを考えていらっしゃるんでしょうか？ちょっとそれはまだ秘密です20年後2038年、2038年までもちろん片岡さんと新さんは伴走していくということですね。その後はどう考えていらっしゃるんでしょうか？その後はですね、ちょっとまだあんまり考えてないんですけども、20年私にとって一生じゃない。そうか、2038年私は53歳になるので、まだそこからも人生は長いなっていうふうに思っています。へえ、現時点ではじゃあまずその20年後までとりあえず走り切るということなんですね。転職した人たちにはどんな分岐点があったのかな。おもちゃのレールを使ってとことん聞いちゃうよ。新番組ハッシュタグ私の転職キャリアの分岐点始まります。見てねー。